新の党小熊慎司さんの質問です。維新の党の小熊慎司です。まずはじめに国際平和対処事態における復興支援活動について、維新提出者とそして政府とそれぞれお聞きをしたいというふうに思います。国際平和対処事態における武力紛争時の後方支援活動が行われた後、紛争が終結すればそのまま人道復興支援活動に移行することになると考えられますが、人道復興支援活動は国際平和協力法に基づく活動ですから、同法に基づいて改めて自衛隊を派遣する手続きが必要となるのかどうか、まず維新の方からお伺いをいたします。提出者小沢先人君。結論から申し上げますと、維新は恒久法で一体でございますので、その手続きは不要であります。中身を少し説明いたしますと、政府案はですね、ご案内のとおり、今回の新法と、それから人道復興支援は国際平和協力法に基づいて行うと、こういう2つの法律にまたがっておりますので、自衛隊の派遣手続きが新たに必要になるというふうに私どもは理解をしております。しかし、我が党はですね、この問題に関しては、今、小熊委員会ご指摘にもなりましたように、まさにいわゆる後方支援でそういった紛争が終わった、その後の人道復興支援、直ちに入ればいいじゃないかと、こういう話でありますから、われわれは恒久法の中でそれを処理しておりますので、一切その二重の手続きはいらないという意味で、簡潔にですね、復興人道支援には入っていける、そういう体制を取っております。政府の方に同じ質問をお願いします。永谷防衛大臣。はい、政府の国際平和支援法といいますと、これは国際平和共同対処事態と申しますけれども、我が国が実施する諸外国の軍隊等の活動に関連した協力支援活動を定めた法律でございます。で、この国際平和支援法には、対応措置に被災民の支援等を内容とする人道復興支援、これは含まれておらず、国際平和共同対処事態においては、国際平和支援法に基づいて、人道復興支援活動を実施することはできません。しかし、PKO 参加5原則が満たされている状況であれば、改正 PKO 法に基づいて、人道復興支援活動を実施することが可能ですけれども、その際には当然、改正 PKO 法に基づく手続き、これが必要でございます。小熊慎司君。手続きが必要なのか、一連の復興支援活動がスムーズにいけるかどうかという意味でも、この維新案の方が私は優れていると思います。ただ一点、維新の方にもう一度確認をしたい点があります。これ、支援活動をスムーズに行うことが必要ではあるんですけれども、停戦合意がなされてないような状況の中でも、復興支援活動をしなければいけない状況というのも可能性として考えられます。この場合ですね、その安全策といったもの、歯止めをかけるものといったものは、この維新案の中にはどういうふうに盛り込んでますか。提出者、小沢先人君。その通りでございまして、維新案の中にはですね、停戦合意のない状況下で支援活動が行われる危険性を回避する必要のために、自衛隊の部隊が人道復興支援活動を円滑かつ安全に実施することが困難であると認める場合には、防衛大臣が活動の中断を命じることとするなどの安全策、安全弁を設けておるところでございます。小熊慎司君。この維新案について、防衛大臣、お聞きいたしますけれども、われわれの方が一連の活動をしやすいことになっている、なおかつ危険な場合も回避する仕組みも入っているということに関して、大臣見解の見解をお聞きしたいと思います。中谷防衛大臣。今回、平和安全法制の整備にあたって、やはり国際的な平和協力活動、これまで以上に支障なくですね、実施できるためには、活動を行う区域の安全の確保、これが必要な場合があると考えております。またそのような場合には、他国軍隊に安全確保を依存する形ではなくて、自ら安全確保の任務を行うということが適当であると判断をいたしております。で、この安全確保業務を実施するためには、
任務遂行型の武器使用が必要となるために、停戦合意をはじめ、3か5原則ですね、これと同様の厳格な原則、領域国等の受け入れの同意の安定維持といった要件を満たすことが必要であるわけでありますので、PKO、まあ、5原則がある中の枠組みですけれども、まあ、これと同じ枠組みのもとにおいたということでございます。小熊慎司君、まあ、両方の答弁者の話を聞いても、やっぱりこうスムーズに実際実効性、また実効性、しっかり成果が上がるというのは、どうしてもその手続き入れてしまうことによって、その目的が達成されないという、そういう印象を私は受けてますので、これはしっかりやっぱり維新の方がいいなというふうに今、確認をさせていただきました。で、次に移りますけれども、国際平和対処事態における広報支援活動についてです。恒久法である国際平和支援法を作ることで、国際平和共同対処事態においては、特措法を作らなくても戦闘中の他国軍に後方支援ができるようにするわけですが、この後方支援活動にあたっては、弾薬の提供や戦闘作戦行動のために、発進準備中の航空機に対する給油というのはできるのかどうか、これ、まず維新の方からお答えをお願いします。筆者、小澤明人君。結論から申し上げますと、維新案ではできません。それは理由は、先ほども重要影響事態のときに申し上げましたように、いわゆる今お話がありました弾薬の提供、それから戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油整備は、国際法上、武力行使と、こう見なされることになっておりまして、我が国はそういった武力行使を禁じていると、こう武力との一体化を禁じていると、こういうことでございますから、我が党ではそれはこの国際平和支援法においてもできないと、こういう形を取っております。小熊慎司君、同じ。中谷防衛大臣。はい、政府といたしましては、国際社会の平和と安全、そのために活動する他国の軍隊に対して、我が国として実施できる範囲で、まあ、必要な あらゆる支援を行うことができるように、法的措置を講じておくと、まあ、いうことが重要であると認識をいたしております。で、過去の特措法の制定時においては、具体的ニーズが想定されなかったために、弾薬の提供、作戦行動中の戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油整備、このについては内容から除いておりましたが、まあ、その後、日米防衛協力の進展、またガイドラインの見直しで、日米間で協議をいたしまして、まあ、幅広い後方支援の期待が示されたということで、これらも含まったということでございます。また実際、一昨年に南スーダン PKO に参加している陸上部隊が、国連からの要請を受けまして、韓国部隊のために弾薬提供、これを行ったことがございます。まあ、こういった想定外の状況によってですね、弾薬を融通する必要が生じる場面も現実にあるわけでございますので、まあ、そのため、今回の国際平和支援法におきまして、諸外国の軍隊等に対して、弾薬の提供および戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油および整備、これを行うことを可能にしたということでございます。小熊慎司君。これ再度政府聞きますけれども、これ、その武力行使の一体化、武力行使に当たりますか、これ。当たるわけですね。当たらないという判断ですね。これ、維新の方では、これ、武力行使の一体化の恐れがあるということで、よろしい、もう一度じゃあ、答弁お願いします。筆者、小澤明人君。これは国際法上ですね、武力行使というふうに見なされると、われわれは判断しています。また、憲法審査会でですね、先の6月4日の憲法審査会で、まあ、3人の憲法学者の皆さんが、今回の法制全般がですね、違憲であると言ったことの理由は、一つは先ほど来話題になっている集団的自衛権の問題でありますが、もう一つはですね、この後方支援の問題でありました。この後方支援はまさに国際法上武力行使であるので、それを我が国はやることはできないと、こういう意味で憲法違反と言ったわけでありまして、このことは意外にこの中でもあんまり問題にされておりませんが、先の憲法審査会で憲法学者の皆さんが違憲だと言った理由の大きな2番目の柱でございます。委
小熊慎二君、パネルを出してください。これ先ほど我々同じパネルでありますけれども、まさにこの維新案が憲法適合性がある、で政府案については憲法適合性が疑わしいという点のまさに象徴の一つですよ。これ細かなようで、これがまさに大事な点、憲法に合致しているのかどうかということは大事なことですし、例えばこういうので国会の事前承認が必要であると言ってもですね、違憲性のあるものを国の最高機関で、国権の最高権の国会がですね、この違憲のものを承認するかしないかということ自体が非常に問題を大きくすることでありますので、ここはしっかりですね、この武力行使との一体化でないというこの客観的な見解もしっかり政府はつけなきゃいけないと思うんですよ。総理どうぞ。安倍内閣総理大臣。それは明確でございまして、武力行使とは一体化しないということでございまして、弾薬の提供がですね、武力行使と一体化するという、政府の見解を示したことはもちろん一度もないわけで、ございます。先ほどですね、中谷大臣から答弁をさせていただいたように、そういうニーズがないということでありましたので、そもそも、それは入れていなかったということで、ございます。まあ、しかし今回は米側からですね、ガイドラインの見直しを行った結果、日米協議の中でも、米側からこれを含む幅広い候補支援の期待が示されているわけでございます。また先ほど、小沢委員から国際法上という話がございましたが、これ、武器をですね、武器、弾薬を提供することが武力行使だということが国際法上、これ、定められているわけではもちろんなくて、憲法との関係においてですね、憲法との関係において、武力行使と一体化するかどうかというのは、これは日本のみの議論でございまして、憲法9条があるから、日本で果たして一体化するかどうかという議論が行われているわけでございまして、その中の整理において、我々は、この武器、弾薬で、今回は弾薬でありますが、弾薬の提供については、一体化しないと、こういうことでございます。これは、かつてさまざまな議論がございまして、例えば医療行為もですね、一体化するのではないかという、議論もあったわけでございまして、それはやはり、それは当たらないだろうということでですね、にはなっているわけでございます。かつてはさまざまな議論があったのでございますが、今はまさに私が申し上げたとおりで整理されているということでございます。小熊慎二君。ちょっと答弁が長かったんですが、こうした点もですね、維新も案を出したということで、今後もですね、これ、議論90時間、100時間、参考人ぐらい100時間、今日で超えるというふうに聞きました。だけどこれ、維新案が出たことによって、またその退避するものができて、ここからまさに国民的理解が深まっていくということであれば、今日一日でこれで分かりましたねって話じゃないです、今の問題も整理されてない、国民の多くの皆さんがまだまだ理解が深まっていないということがございますので、これはまさにここから本格的な質疑を始めなきゃいけないというふうに思ってますので、次の、ちょっと質問が盛りだくさんですが、次の質問に移りますけれども、これは日本が、じゃあ、小沢委員。提出者、小沢先人君。総理からですね、先ほどの国際法上の話が出ましたので、ちょっと整理をさせてください。まず一つは、弾薬の提供を、それから給油、これが国際法上武力行使かどうかという話は、これは憲法審査会の場面で、私がきちっとそれをそういう聞き方をして、そして小林先生がですね、イエスでありますと、こう答えてますね。ですから、そういう答弁が憲法学者からあったということをきちっと申し上げて、我が党もそうした判断をしておりますと、こう申し上げました。それからもう一つ、問題はですね、憲法の問題は、いわゆる武力行使と、それか武力行使であるかどうかと、それから一体化の議論は我が国憲法の問題でありまして、これはまた国際法の問題とは違うということは、これは整理として持っておかなければいけないと、それから先ほどの中谷大臣の弾薬の提供は韓国から要請があったという話は、あれは完全に PKO ですから、紛争が終わった後の話でありますので、今回のように紛争中の話とは全く違うと。いうことをですね、もう混同して、ああいう答弁されると、国民はおそらくもう間違うと思いますね、以上です。小熊慎二君。
ありがとうございます。まあ、これずっとやっててもこうキリがないので次に移りますけれども、2年前平成25年の暮れに国家安全保障戦略閣議決定をされました。これは積極的平和主義この理念に立って、まあ、日本がこの世界平和の中でどういう役割を果たすかということがこの理念が規定されているわけでありますけれども、この方向性というのは私は否定するものでもありませんし、この国際社会の平和といったものはこの軍事的な側面だけではなくて、やっぱりこの人間の安全保障とか、そもそも紛争とか戦争とかといったものは世界の貧困とやそういったものを解決していかなければ根本原因を断たなければこの世界の平和を保てないという点においてはですね、こうした自衛隊どうだ自衛権どうだということも非常に重要でありますけれども、私も地元で、消防団の団員やってて、まあ、活動はちょっと振るってはいないんですが、まあ、その中でいろんな体験をしていくとですね、消火活動をしっかりやるっていうのももちろん大切なんですけども、やっぱり消防団員の皆さんが日夜やってることっていうのは予防消防ということです。これをまさに国際平和ということになれば、何か起きたときにどういうふうに対応するかというのも大事ですけども、そうしたことが起きないための外交努力というのが必要でありますし、まあ、今年戦後終戦から70年、まあ、私の地元では戊辰戦争から147年という数え方してますけれども、で国連ができても70年です。でこの秋国連総会行われて、で来年日本が非常任理事国するというのはこれはもうほぼ確定されています。そしてまたこれ安保理改革として日本が常任理事国入りをしようというこういった取り組みも私は評価をするところです。しかしながら一方でですね、この常任理事国たる国としての責務といったものに、こうした人間の安全保障にしっかりと関与をしていく、関わっていくということが必要なのでありますけれども、現状ですね、たびたび外務委員会で岸田大臣とは議論していますけれども、今この GNI 比国民総所得の中で日本は世界3位ですけれども、 GNI 比で ODA 予算を見るともう18位になっちゃってるんです。こういう現状が世界の平和に貢献します、積極的平和主義ですと言っても、これはその総合力として常任理事国、そうした条件を満たす国というふうに見なされないんじゃないですか。ぜひこういうところも ODA もしっかりやっていく、そういうことも国際貢献を果たしていくということが、まさに世界の平和の安全、そしてそういった根本原因をなくしていく、戦争、紛争をなくしていく、テロをなくしていく、まさにその根本原因に関与していくということが、こういう国際貢献、その ODA をしっかりやっていくということにもつながるというふうに思います。私はこの件についてはどうですか。岸田外務大臣。委員ご指摘のように、今年は戦後70年になります。この戦後70年にわたりまして、我が国は平和国家としての歩みを進めて、平和構築ですとか、開発、あるいは軍縮不拡散など、さまざまな分野において、この積極的にこの貢献をしてまいりました。そして今後は、ぜひ、この安保理の常任理事国にもなり、これらの分野でより一層貢献するべく、G4 のこの諸国とともに、アフリカですとか、あるいはカリブ諸国、こういった多くの国々とも協力しながら、安保理改革実現に向けてリーダーシップを発揮していきたいと思います。そしてその際にご指摘のこの ODA でありますが、GNI 比での ODA の量を 0.7% にする、こうした国際的な目標が国際社会にも掲げられており、我が国もコミットしております。ぜひこの目標を念頭に、この国際協調主義に基づく、積極的、平和主義の考えに基づいて、我が国のこの外交における大変重要なツールであります開発協力、これをしっかりと活用しながら、この一層積極的に貢献していきたいと考えています。そしてご指摘のように、この我が国の ODA は昨年対 GNI 比 0.19%、これはDAC加盟国中18位にとどまっております。で、委員の方からもたびたび
この ODA に関しましては、選択と集中と、そして拡大と、この3つをたびたび強調していただいております。ぜひこの 0.7% 目標、我が国もこれまでもコミットしているわけですから、ぜひこれを目標に最大限、努力をしていかなければならないと考えております。小熊慎二君。これ、ODA というのは国民的な理解もなかなかないというのは私、事実だというふうに思います。これ国民の多くはこれ、国家のこの安全保障とか、世界の安全保障とかっていう観点で捉えるんではなくて、やっぱりこの ODA というのはチャリティーだっていうふうにこう捉えてる人たちが多いので、こう日本が大変なときに ODA 予算を増やすのどうだっていう意見があるっていうのも事実でありますけれども、この間も私、参議院時代に ODA の特別委員会で大変お世話になった、お亡くなりになった中村博彦さんの墓参りに徳島まで行ってきましたけれども、そのときに墓前に手を合わせたときに、いろいろその中村先生からご指導をいただいた、でも振り返ってですね、今日この質問しているわけでありますけれども、総理もこれ、この法案がどうなるか、これからの国会の審議ですけれども、秋の国会、国連の、これ70周年って、これ、国連にとっても節目の時です、で来年、非常任理事国入りをする、確実されているという中で、やっぱりこの国際社会の中でも、この日本のこの国際貢献、ODA の在り方ですね、残念ながら結果としてはこの数字なんですよ。この予算なんです。まさに選択と集中と拡大、それで充実をしていく、積極的平和資源を進めていく、そうした発言をすることが必要だと思いますよ。総理どうですか。安倍内閣総理大臣。この2年半、GNI がですね、急成長しておりますので、その点、この GNI 費については、残念ながらだんだんこの順位が落ちてきているという、こともございます。限られた財源の中でですね、我々も国際貢献を果たしていきたいと思います。で、小熊委員が提供されたように、なかなか国民的にですね、私も地元で、ミニ集会等をやりますと、安倍さん、私たちだって大変なのに、なんで外に出すのという議論がございます。そういうとき、いつも私も申し上げることはですね、実は日本の新幹線もですね、東名高速道路もですね、黒部第4ダムも、これ、みんな世界銀行からお金を借りてですね、あとお金なかったからお金を借りて投資をしたんですよと、でまさに世界の支援によってですね、ODA とはちょっと違いますが、しかし世界からお金を貸して、低利の融資をしてもらってですね、作った結果ですね、日本は成長し、そして今や ODA を出す側にもあったと。ということはですね、我々もしっかりと ODA を行っていくことによって、そういう国々が成長していく、それは日本にとっても経済的な利益になるし、世界が安定することによって日本は繁栄していくんだという話もさせていただいているところでございます。そういう観点からも我々は努力を重ねていきたいと、このように考えております。小熊慎二君。努力を重ねて、しっかり結果を出すということですから。年々縮小していって、あと微増ぐらいで ODA なんとかなってますということではなくて、しっかり形を示していただきたいというふうに思いますし、あと今日こういった野党維新の案が出てきて、国会の審議もこれから深まっていくと私は思いますし、私の地元でもその地元市と、テレビ局がアンケートを最近取ったんですけれども、これは全国市が取っている以上に、非常にわからない反対というのは多いです。私も地元帰ってさまざまな人と意見交換するとわからないというのはまだまだ多いわけでありますから、これからしっかりとこの維新の対案が出ているわけです。で、このことによってわかりやすくなっている政府案がどの点が問題点があるのか、疑念があるのか、その理解が進んでいるのか進んでないのかというのは維新が対案を出したことによって、これがやっと国民の皆さんにこれが明らかになってきている。であれば、ここからまたさらに議論を進めていかなければならないというふうに思いますし、今日これで触れ、もう時間がないので触れられないんですけれども、これ、現実には憲法改正に近い大きな法改正です。ということであれば、今、自衛隊の皆さんも、これは公務員としての、これ、含むの宣誓をしているわけでありますけれども、これもこのままでいいのか。新たな服務宣誓をしてもらう必要があるんじゃないか、これだけ大きく変わるんであるんだから。そして、これは昔で言えば、保安隊からこの自衛隊に変わるときも、何千人も辞めてるわけですよね、大きく
その活動内容が変わるからということで、この政府案で成立すれば、これ大きく変わるわけですから、こうしたこともやんなきゃいけない、そしてまして、我々国会議員も憲法51条で、こう評決とか発言の免責事項ありますけれども、これは国会議員自身もしっかりとどう、この日本の在り方をやるのかということで、背負っていかなきゃいけない問題です。そういう意味では、この国民の理解が深まらない時点、これをしっかりと進めていかなきゃいけないという時点においては、場合によっては国民に信を問うことも、局面によってはあるということをご指摘申し上げて質問を終わります。ありがとうございました。次に